初めての大剣。どうも、幅切り歌でございます。今回は PS4 ゲームにあった最悪最強な初見殺し3戦を紹介。今から殺されに行きます。それでは行きます。 It's Showtime。 常に殺される、高難易度忍びアクションゲーム、セキロー。このゲームでは、ところどころで初見殺しがあるのは当然な話なのだが、しかし、それを周知しているコアゲーマーでさえ、愕然とした初見殺しがこのゲームには存在した。それが、こちら。まさかの、空中に浮かぶタコからの奇襲。今の今までソウルライクでタコから奇襲を仕掛けてくることはあっただろうか。いや、ない。正直この初見殺しは非常に当たりづらい上、敵の雄たけびで気づきやすいため、まともに食らう確率は低いが、気づかなかった時の衝撃は半端ない。この先、死にゲーが生き残るためには、奇抜な初見殺しが必要なのかもしれない。ナムさん。見つかったら最後、殺されるまで追いかけ回されるゲーム、エイリアン・アイソレーション。このゲームは基本、突如現れるエイリアンに見つかると即刻ゲームオーバーになってしまう初見殺しだらけな作品なのだが、その中でも非常に分かりづらくヤバいと思えた初見殺しが一つだけあった。それがこちら。まさか、まさかの天井からの奇襲。これは天井から滴り落ちるよだれに気づかないと見破れない、とにかく分かりづらい初見殺しで、精神的に余裕のなくなったプレイヤーを何度も何度も悩ませた。もしリアルでエイリアンに出くわした時は、とりあえず諦めよう。理不尽に、そして無残に殺されまくる RPG、 ディヴィニティオリジナルシン。このゲームは再シールと言われるストーリー最初に訪れる街を出てすぐのところに、超極悪な初見殺しを用意していた。絶対に逃げれない、いやむしろ攻略させる気のない初見殺し。それがこちら。あは、 I have company, I see. I'm just about to conduct a small experimentAnd if you have an interest in magic and science, you'll oblige me by taking part in it, will you not? I've laced this area with more than a few pernicious little friends who are simply bursting with the anticipation of supper. But they simply abhor uncooked meat. So you may find they'll want to char you before ripping out your throats.Now, your job is to put up a mite of resistance against your inevitable death. Sounds good, yes? Right then. On your mark, get set, go!町外れにあるオイルと添加する毒ガスが発生している場所で、こちらからアクションを起こす前に話しかけてくる狂人。
彼は急に話しかけてきたと思ったら、周囲に爆発するモンスターを召喚し、そして戦闘を始める。爆発するモンスターはこのイベントに気づかなかったプレイヤーの周囲に現れ、完全に逃げ場を塞いだままドカーン。救いがあるとしたら、この初見殺しがある前にオートセーブがあるくらいだろうか。この他にも理不尽な初見殺しが数多く用意されているディビニティ。PSO で続編が発売する予定の今作だが、自作では一体どんな初見殺しがあるのか、今から楽しみだ。ということで今回はここまで。最近全然レインボーシックスができてない。それではまた。さ